こんばんは。あ、今日もバラです。あ、綺麗にバラが見える。いい感じ、超いい感じ。さばけなかった。あと一歩。あと一歩です。こんばんは。一歩でした。あ、これ逆に入れてたのか。こんばんは。いつかバラを100本。でも100本じゃなくてもね、意味ありますからね。バラって99本とかも1本もちゃんと意味がありますからね、バラって。何本でも意味がありますから、バラは。お、お、やばい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 。ナイスナイス。私どうしたらいいのかな。私守備入った方がいいか。私絶対守備入った方がいいんだけど、ちょっと守備に入るタイミングを逃してる。こんばんは、ゆみりんが19時半をお知らせします。今日はちょっと早めの配信です。こんばんは、こんばんは。はい、こんなこんなで配信をつけて、ありがとうございます。これは洗顔なのか、これは捨てちゃい、家に帰ってからめちゃくちゃ物を捨てました。私が守備に入るよ、クリーン。私が守備に入るよ。だけどちょっと守備が多すぎた。今度はちょっと守備が多すぎました。どうしようかな。まあ待っとくか、待っときましょうか。よいしょ、
ぱい。ありがとう、頑張ります。あ、お花はね本物なんですよ。これ本物だからね、そう、期間限定なので、咲くときにしか咲かないからね、貴重ですね。貴重なお花です。あ、今日このバッグしよっかな。前してた配信の最後にしてたやつ、泥パック、泥パックなんですけど、お、ドラバンできた、できた、できた、ドラパンできました。そして机の上を拭く、拭き、なんだかんだ机の上を拭くのに一番手頃なのって おしぼりなんですよね。私おしぼりをついつい持って帰っちゃう人なんですけど、おしぼりっていいですよね。これちょっとカフェオレを帰りに買って帰ります。ちゃんと保温しております。勝った勝った、やった、勝ちました、勝ちました。こぼれそうなカフェラッテ、カフェラッテ、私の今日のなくし、私はなんでこんなに家に帰ってからいろいろ片付けてるかというと、私がよくなくすもの第3位があのテレビのリモコンなんですよ。でもこれはきっと神様がテレビなんか見ずにやらないといけないこといっぱいあるでしょって言ってるんだと思ってます。なんだろうね、いや別にそんな家出るときに決してこの辺を置いたはずなのに、うん、なんかリモコンってなくなるんですよね、謎。まあ、エール返した、リモコン置き場をね決めないといけないんですけど、神様、そう、神様が知らないといけないこといっぱいあるでしょって言ってるので、私は今日も今日とてメッセージカードを書いていきたいと思います。これ私毎回あるあるなんですけど、これ結構締め切りを先延ばしにしちゃってギリギリになって、割とほぼ徹夜で書くことが多いんですよ。ギリギリだからってもちろん手は抜きたくなくって、それはそうなんですけど、今回は割と実はこうやってねたくさんあるし、お仕事の合間で書かないといけないっていうのはこうスタッフさん分かってくださってるので、割と余裕めに期間を設けてくださってるんですけど、私はまあなんかその期間が長い分、期間が長いからいいやって
思っちゃうんですよね。だから毎回ギリギリになってしまうので、これは私に乱れてないとやらないなっていうことなので、ちょっと皆さん私が心を込めて書くところを見守っていてください。あ、これはねチェキじゃなくて、大きい毎回シングルあるこのぐらいの大きいパネルがあるんですけど、そのパネルのに毎一個のパネルにつき1枚直筆のメッセージカードがついてるんですけど、それを書き書きしていきます。今は私はサインとメッセージを違うペンで書いてる、ペンを使い分けてるので、最初はペンをそのサインだけ全部とりあえず書こうかなって思います。昨日も配信終わってからしばらく書いてて、もう少しでだからサインが終わりそうなんですよね。なんです、これはね今から欲しいよって方は残念ながらもうこの申し込みはね終わっちゃってて、私がねもっと早く言えばよかったんですけど、そうちょっと前にもう申し込みが終わっちゃってるので、もうね大半はないです、きっとないですね、残念ながら。あ、でもお話し会の再販はやってるので、あ、今日珍しく細いけど指輪をしております。誰にもらったんやって感じだけど、これは2つで300円で自分で買いました。ねえ、お話し会楽しみだね。あ、お話し会といえば、私今日1日で就活って就職活動の就活じゃなくって、終わる活動の就活のことを一日考えてて、全然マイナスの方じゃなくってプラスな就活って何なんだって感じだけども、就活ってでもそもそもそういうプラスな考えなんですよね。私がもし明日亡くなったらこのお部屋は全部ママが片付けるの大変だなって思ったり、ママはこのガラクタどもなんかガラクタだけどなんかガラクタすぎて捨てられないのか、それともいやこんなにもうゴミみたいなもの取っといてって全部ボボボボって捨てるのか、どっちなんだろうなって思いながら、あとはそう私あんまりその貯金はあんまりしない人なんですけど、しないっていうか、なんか、貯金、ね、貯金ってどうやったら貯まるんだろうねって感じなんですけど、だから、そう、なんかでもそうなったら、やっぱ貯金ってしてた方が、なんか、親とかにとってはありがたいのかって、そう思ったり、あとはそう、うち今お花畑だからこのお花とかってなんか缶オに入れるのかなって明日の話ね、もし明日そうっていうのを考えながら帰りました。歩きながら、今日も歩きながら帰ったんですけど、お、3日目、ありがとうございます。あとはそう、でもあの総選挙のトロフィーとかは絶対実家で飾ってくれるんだろうなとか、くまねちゃんは棺桶に多分入れてくれるだろうなとか、そう、あとはそうだな、
でもこれはなんかそんなマイナスなこと考えないでよとか、まだそんな年じゃないよとかじゃなくって、なんかなんだろうな、多分この就活をしたことがある人は分かると思うけど、全然なんかマイナスのことじゃないんだよね。それって人間誰しもあることだからね、年齢とか関係ないし、別に来るときは来るし、まあ、そういう予定はないけど今のところはね。蓋が埋まった。サイン書き切ったぞ。あとはメッセージを書き書きしていきます。あとはそう、私こういう職業をしてるから、きっともし明日明後日とかの話だったら、きっとなんかニュースゼロとかでもなんか現役アイドルだから一応なんかニュースで扱ってくれそうだなと思って、そしたらなんか遠い友達とかにもお母さんが頼りをわざわざ出さなくてもなんか知ってくれるなーって。いうことを考えながら帰ってた。そうですね。でもそれと同じでなんか、あ、本当になんか疲れてるとかじゃなくって、なんだろうな、違う、なんかもうなんかこの世からいなくなりたいとかで考えてるんじゃなくって、そういうめっちゃネガティブな、もうこの世から消えたいみたいな感じで考えてるんじゃなくって、なんか就活の一環っていうか、なんて言うんだろう、就活ってあるじゃないですか。それは別にそのどの年代でも起こり得ることだし、自分も一応孫をもらう、孫が生まれる予定だからそんな予定はないけど、分かんないから未来のことは、そうですね、っていうことを考えながら帰ってた。みんなは就活したことありますか？なんか変、めっちゃ変な質問。めっちゃ変な質問だな。よくあるじゃないですか。もう生前からお墓を、自分のお墓を買ってる方とか、その遺書じゃないけど、なんだろうな、この荷物は捨ててくださいとか、この遺産は誰々にとか。あるじゃないですか、ねえ、あ、大量のアイドルグッズどうしよう。そうだよ、だってみんなもし家族にそのユミリンを推してるっていうことも、隠してる方もいるじゃないですか。でもそう、もし自分がいなくなったら、その絶対自分しか入れなかった場所でも、まあ入るじゃないですかって時に、え、何このグッズはってびっくりされちゃうから、そう、そこにちょっとお手紙書いとくとか、実は滝野ゆかちゃん押してましたみたいな。でもそしたら私は分かんないから、そう、次の握手会取って、なんか自分のことをユミリに報告してくださいみたいな。とでもいいし、ね、そう、だね。あとはそう、それと通ずるものもだけど、あ、親戚中が知っとるから大丈夫です。それは心強いし、そうやってね、親戚にも
言ってもらえるような存在でとても嬉しいです。とっても嬉しい。おたともに、でもそうだよ、おたともがいるっていうのはその家族は知らなかったりするじゃないですか。とか携帯のパスコード開かないとかだったらしばらく連絡できなかったりするじゃないですか。だからなんか自分が亡くなったらこの人に連絡してとりあえずみたいな人とかを、電話番号とか、まあ、ツイッターのアカウントとか教えとくとかはい、ですね。です。だってね、分かんないよね。その SNS 上とか、だって LINE 上でいくらつながってる友達だったとしても、いきなり連絡が取れなくなったのは忙しくて連絡が取れなくなったのか、もう携帯を打つことができない存在になってしまって。連絡が返ってこないのか分かんないし、分かんない、自分がもしかしたらブロックされてるだけかもしれないし、分かんないじゃないですか。なんかあったんだろうなっていうのは分かるけどね、分かんないよね。はい。あとはそうだから、なんかそうそう、なんかアイドル、私はなんかアイドルの就活じゃないけど、アイドルだっていつかは、私はそのもう50歳までアイドルするわけじゃないので、アイドルも寿命がありますから、なんだろうな、こう就活みたいに生きてる間にこれがしたいなとか、いつか自分の人生を終えるためにこうしとこうとかあるじゃないですか。そんな感じと一緒で、なんかこうアイドルのうちにしたいことをしとかないとなって思って、あ、そっか、アイドルの就活、アイドルも就活しなきゃなってね、限りあるものですからね、何事も、うん、一日一日が大切です。指に告白しなきゃ。そうだよ、人生があるうちに好きな人には好きって言ってください、皆さんね。え、お話し会とかもそう、全然なんか
無理して、めちゃくちゃ無理して無理やり来る必要はないけど、なんかあの時行けばよかったなって後々いっぱい言われても、なんかそう、そのチャンスを逃してたのは全部君だよって思うから、いつも、はい、あ、リアルお話し会の申し込みは今日までです。23日かな、11月の。楽しみだね。申し込みもそうですけど、健康じゃないと会えないですからね。しっかり、しっかり手洗いうがいしましょう。生で会えない、オンラインだとね。ねえ、そうだよね。でもそうやって言ってる方が結構多くって、なんか、え、じゃあ私がこの、例えばだけどこのシングルで終わりだとして、もうオンラインで来ないって、うん、だとしたらオンラインでも行けばよかったなって多分みんな思うんだろうなって。そんなね、いつ握手会が再開するかもわかんないのになあ。でも全然そんな握手会したいから、私もそんな予定ないけど別に、はい、すごい未来のことなんてわからないのによく待ってられるなあって思ってる。君がって書いちゃった、君がって書くと、あ、ひなちゃんだなって思う。もう8時か、早いな、早いな。ありがとう、絶対結婚しような。おもろい、絶対結婚しような。いいね、いいですね。はい、はい、
お話し会って不思議だよね。不思議だよね。こんばんは。そう。そう。そうだ、私は今日全然。七並びをしてないんですけど、どれだけ順位が落ちてるでしょうか。あ、明日は熱血テレビに出ます。これはデルデル詐欺ではなくて出ます。お、90位だって。あとでしようっと。ピコピコハンマーって買えるだけ買っといた方がいいよね。後でどうせ返還返してくれるし、コイン。そう、デルデル詐欺じゃないので。お待たせしました。明日の朝ツイートもするので、ぜひ拡散してくれたらとっても嬉しいです。待ってたよー、見れないけどごめんね。山口放送じゃない方は放送できないんですけど、うん、でもいつも拡散してくださってありがとうございます。すごい、見れない地域の方も拡散してくれてて、いつもありがたいなって思ってます。そういう声がね、前の TVer だったりにつながるので、引き続き SNSよろしくお願いします。今日なんかツイートしようかな。なんか、あ、そうだ、いい写真なかった。いい写真なかった。とこの前プリクラ撮りに行ったのは、そのクリスマスのやつの撮影の帰りにみんなで4人で撮ったんですよ。えっへん。えっへんえっへん。お休みコール、モーニングコールはね、なんかできればあんまり拡散しないでほしいような案件です。はい、これはもうね、一
た人限定にしてもらえたら嬉しいし、まあ拡散したくなる気持ちもわかるけど、なんかこれはそのなんか法的に拡散しちゃいけないとか、そのなんかそのショールームを画面録画して YouTube に上げるとかそういう法的なものじゃなくって、あ、これ法的なものですからね、ちなみに、はい、こういう法的なものじゃなくって普通に自分が自分が本当に拡散されたくないっていうか、普通に自分が万が一自分の元に届いた時にもううわーってなっちゃうので、はい、みんなでこそこそ聞いてください。12月に、なんかクリスマスっぽい写真ってなんかクリスマスっぽい写真ってないかな、ないな、クリスマスっぽい写真って頑張ったんだ、そう頑張った頑張った私、頑張ったんですよ、あー、このクリスマスのやつはクリスマスだけどまだ上がってないクリスマス上がってないクリスマスだな、ダメだな、これはアウトだ、これ何、なんかね、拡散じゃないわ、このまだね出せない写真がありすぎてね、もうよくわからぬなんですよ、そうやって出せないうちに毎日が終わっていっちゃう私、ふん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 、上がってないクリスマス、そうそう上がってないクリスマス、うっぷねえ、うし、トラ、来年はトラ年、来年はトラ年、あ、この辺のハートとかいいんじゃないかな、あ、これ絶対載せたことあるぞ、これはね絶対載せたことあるぞ、この写真5月らへん、ちょっと待ってね、これ絶対載せたことある、去年の5月、ハートの赤いハートの赤いハートのちょっと自分で探すこれ絶対載せたことある、これは絶対載せたことあるぞ、ちょっと探してみるね、今年の5月に撮った写真だけど絶対ね6月か7月とかにね絶対載せてる、絶対載せてるぞ、
これはちょっと待ってね。あれ、5月17日におやすみって載せてるけど、この写真しか使ってないかな、もしかして。この写真しか使ってなさげ。お、この写真しか使ってなさげってことは、これは絶対メールには載せてるけど、ツイッターには載ってないのでセーフです。ちなみにこの写真、すみません、半年前のものなので。セーフ、そう、セーフ。このツイッターで被らなかったらセーフ説。多分ね、インスタストーリーとかにはね、ワンちゃん載せてそうなんだけど、大丈夫、残ってないから。残ってないものは載せてないものと一緒だもんね。一緒だもんね。残ってないものは載せてないもんね。どっちにしよっかな。にしよう。メディアをセンシティブティブな内容として設定する。え、しない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 よ、しないよ。しないよ。え、なんか変なとこしちゃったかな。ゆっくり、ありがとう。ちょっと待ってね。ちょっと福田あかり先生のツイートを参考にしていいですか。もうあるある、福田あかり先生のツイート完璧すぎて。公式ホームページ、公式アカウントですからね。公式アカウントじゃない、公式アカウント。ちなみにこれはもう埋まってる日とかあるのかな。どの日か。予約はこちら。
これ得点が豪華すぎて本当にさ、もう得点が豪華すぎて、もうあ、これ 1,2,3,4,5,6,7,8、 これまだ全日って空いてるってこと？そんな予約全日って空いてるってこと？何部屋、これってさ何部屋あるんだろうね。一部屋なのかな、それとも二部屋とか三部屋あるのかな、一度につき。何部屋かあるのかな、どうなんだろう。先生があかり先生すぎて、ちょっとあかり先生のあかり先生のツイートをパクります。東京ベイ東急ホテルの ST48 コラボルーム、先着宿泊予約がスタートしてます。ちょっとあかり先生が強すぎて先生の模範ツイート、先生の模範ツイートが模範ツイートすぎて素晴らしい。これいつだっけな、待ってね、これいつだっけな、待ってね、あ、この日か。この日のマイキューの髪の毛がホワホワだった。
っていう内容だったら、あかりんと撮ってる写真の方がいいか。あかりとツーショット最近撮ってないかな。あかりとツーショット撮ってないかな。あ、それか夢の国からも近いホテルですねみたいな感じで。夢の国からも近いホテルですね。ね。あかり先生一人鍋食べてます。え、そう、あかり先生とこれは泊まりに行こうって言ってたのずっと。じゃあ夢の国のやつがいい。ということか。いつ泊まりに行きます。いつ泊まりに行こうかな。いつ泊まりに行きます。え、もう予約した方います？ちなみに予約した方か予約しようと思ってる方います？はい、いますか？なんか今のとこ全日程取れちゃうからいいですか？皆さんより先に私たちが予約しちゃっていいですか？私たちで埋めますよ。先着ですからね、これ一個なしですからね。先着順ですよ、これは。迷い中です。うん、なるほど。12月わかんないね。そう、お値段はまあ、普通にだってあの辺のホテルはそのぐらいしますよっていう感じのお値段なんですけど、いや私たちいっぱい撮影とか特典映像とか撮ったんですけど、いやね、あれはちょっと私がファンだったら行くわって感じ。すっごいいいお部屋になると思います。お、予約しております。さすが、さすがです、
すが。だってなんかフレグランスとかもあって限定なんか私が限定物に弱いだけかもしれないんですけど、本当にあそこ限定だし、私たちよくあるの、公式写真をなんかいろんなところに使ったりするじゃないですか。じゃなくってこのために撮り下ろした写真なんですよ多分全部。そのためにめちゃくちゃ撮影したし、あとはメンバーみんな冬のデートっていうテーマで自分の服を持ってきてるんですよ。だからみんな冬のホワホワした可愛い感じだし、あの制服のなんかよくある写真っていうかアーシャみたいな感じじゃなくって、あの本当にオリジナルで作ってくださってて、ルームキーとかも限定なんですよねきっとだった気がする。いやもうなんかあそこまで限定される、なんか限定グッズめっちゃあるんだよ。だってちょっと私資料もらった時に普通に自分で行きたいわと思った。オリジナル装飾のお部屋じゃないですか。そしてメンバーからのプレゼント、オリジナルグッズ付き、メンバー1人につき5名様に生サインが当たる、限定モーニングコール&お休みコールが聞ける、メンバーからのヒントをもとに正解を導き出そう、お部屋で楽しめる ST48 かけるクリスマスミッションご用意。このミッションもちょっと楽しい。特別なクリスマスを五感で楽しめる様々な仕掛けをご用意、オリジナルシャンメリー ST48 オリジナルフレグランス、あ、メンバークリスマス限定取り下ろしクリスマスデートコーデでお出迎え、当日までのお楽しみ。だって当日までのお楽しみですお持ち帰りグッズ&室内特別体験、ご予約時に好きなメンバーがお選びいただけます。クリスマスカードメッセージとサイン入りカードキーはその好きなメンバーが選べるらしいです。歯ブラシセットとか普通に欲しいんだけど、これ普通に欲しい。ブランケットもある、ブランケットも持って帰っていいらしいよ。トートバッグもある。オリジナルシャンメリー、メンバーおすすめ瀬戸内お土産、これはミッションのご褒美プレゼント、クリアできた方のみフロントでお渡しいたします。だって室内特別体験各1点、あ、これもメンバーが選べるらしい。モーニングコール&お休みコールもメンバーが選べるらしいです。はい。でこのミッションも室内に設置されたマークを読み取るとメンバーからの特別ヒント映像が見れる。でヒント映像も撮ったんですけどめちゃくちゃ楽しいですめちゃくちゃ楽しかったし、普通にこの東京ベイ東京ホテルが普通に泊まりたい普通に泊まりたい。まあクリスマスはこの値段するよねって思う。それでこんなにいっぱい特典ついてて、だって普通に3万とかってなんかこれだけのグッズ買ったら3万ぐらいしそうじゃない。このブランケット、トートバッグ、ルームフレグランス、歯ブラシセット、クリスマスメッセージカード、そのサイン入りカードキーの抽選とか、メンバーおすすめ瀬戸内のお土産とか、なんかそれを普通に買っただけでそれぐらいのお値段しそうじゃないっていう私のなんかオタク心にめちゃくちゃこれはね、しかもこれ先着だから本当に皆さん一旦考えた方がいいかも、一旦そう一旦ね、そう考えて見る価値あります。グッズが豪華すぎて、
シュタグどうやったらこの東京ベイさんのハッシュタグに引っかかるかな。あかり、やっぱりあかり先生のこのハッシュタグなのかな。このハッシュタグ WILL WILLER 合ってる WILLER 合ってます。旅費が部屋代よりかかるんだよな。そう、私たちもそうだよ。瀬戸内から行くんだったら。でもその価値はある。もう全然自費で行く。福田あかりと自費で行きます、私は。あ、ウィーラーさんありがとう。そう、あかりもバス使って、このバスすごい愛用してる。なんなら私たち別に夜行バスで行けます。このウィーラーさんの夜行バス使って行きます。瀬戸内からどっちから行きます。そう、この情報どこに載ってるの。そうなんですよね、私が今からツイートするので気になった方はそこの URL をペッて開くとこの私が言った詳細が見れるので、まあ見るときにいいねとかも教えてくれたら、押してくれたらとっても嬉しいです。それでは、はい、いきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。いいね、ヤス、ヒーロー、キヨホミ、クリーミー、ユッキン、リツイート、スランプ、ミソドン、アンちゃん、ユバ、ヒーロ、ハマジ、ゼクスト、イケボ、ノリフミ、555、スギアン、リュウジ、藤本、イツキ、ありがとう。ぜひ。迷ってる、そうだよね。そうなんだよ。そしてここで告知がてらスタッフさんにアピールっていう。
眺めがいい広い部屋なんですよね。さんから連絡があって来まして、私は配信を一回終えないといけなさそうですね。ちょっとなるほど。でも私ちょっとメッセージカード書きたいんですよね。いやメッセージカード書きたいのもあるし、皆さんとお話がしたいんですよ。皆さんとお話がしたいんですよ。はい。だからどうしようかな。ちょっと一旦そろそろ終わってもいいですか。でも9時過ぎぐらいからまた配信してもいいですか。何時までかかるかがわからないのですが、9時過ぎぐらいから配信してもいいですか。ありがとう。ご飯食べておきます。もう全然ゆっくり食べてください。そう、なんか電話とかだとさすがにこの業務連絡はちょっと情報が漏れちゃうので、 LINE で済むんだったら LINE でいいんですけど、すみません。そうなんです、嬉しい限りです。いやとんでもないです、こちらこそ嬉しい限りです。すみません、一回切っちゃうって9時。あと一つ私のわがままでいいですか。なんか多分9時から9時半の間ぐらいにまた始めるんですけど、あの予約入れないでゲリラで始めてもいいですか。いいですか。まあいいってしか言えないですよね。すみません。でももし次の配信も見てもいいかなって方は、どっかにフォローボタンがあるので今だけでもフォローして、あの通知オンにしてもらえると私が始めた時に通知が来ます。全然フォローするのが嫌な方はこれが終わって全然外していただいても OK なんですけど、それが唯一通知が来る方法なんですね、自分が配信を始めた時に。はい、なのでまたよろしくお願いします。とりあえずランジを読みます。13位カトチさん、ありがとうございます。12位アランさん、ありがとうございます。9位スギアンさん、ありがとうございます。10位ヒロピーさん、ありがとうございます。9位、あ、なんて読むんだろう、ドリパイターさん、ありがとうございます。8位エリオルマルさん、ありがとうございます。7位おいでまーせ元気さん、千代猿ゆみこおし、おいでまーせジカード、よろよ、ありがとうございます。いつか届きますように。6位くまねパパさん、ありがとうございます。5位スランプくんさん、ありがとうございます。4位シャイニングフィンカーさん、明日熱血テレビ楽しみ、ありがとうございます。3位イソケンさん、ありがとうございます。2位ヒロさん、ありがとうございます。1位サンタクロースさん、メッセージカードたくさんやくれてありがとう、ありがとうございます。ということで、きっと9時から9時半の間に始めると思います。本当にすみません、こちらの都合でダラダラ配信なのですが、まだまだちょっと今宵はお付き合いいただけるととっても嬉しいです。ここでね終われって話なんですけど、はい、ちょっとまだまだホテルのこととか話したいのでよろしくお願いします。それではまた後ほど。
また後ほどの方とお休みの方と見てくださってありがとうございました。じゃあまた後で、バイバーイ。